どうもこんにちは。こんにちは。あっちです。あっちです。石垣島です。まだ、ね、3日目ですからね、息がまだ合ってないというね。そうなんですよ。これから僕特に初日ちょっと休んじゃいました、ね。そうなんですよ。ちょっとねあれなんですよ。注射打ってワクチンで効きすぎちゃったっていう。そう、まだ貼ってるの？まだ貼ってありますね。ちょっと肩が痛いんで、はい、効きすぎちゃって、効きすぎちゃいましたもん。で、まあ言ったら2日目ですよね。2日目です。昨日と今日と、はい、そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにあの浅井長政をやらせていただきます。朝倉義景役です。よろしくお願いします。要はだから師弟関係ですね。はい、そうですね。主君でございます。はい、君主、主君ですね。稽古中もこうね、セリフやりといて何度も目が合ってね、はい、席も近いですし。そうなんです。席も近いです。同級生みたいな感じ。でもあれですよね。歴史もの、はい、時代ものはお嬢経験、時代劇はまあまあ経験はあるんですけども、はい、ちょっと今までの時代劇とはぐるっとこう変わってますね、この作品は。どうですか？いやちょっとねビビってなんで？いや本読んでて、もちろんその今までの公演のその映像をもらったんですけど、いやああって自分の中で納得したつもりだったんです。ちょっと待ってください。映像？映像、あの舞台映像もらえませんでした？いや僕テープしかもらってないです。あれですか？あれ私ない？あれ2006年か。あれ？なんかですよね。見てないの？映像です。知らない知らない見てないですよ。え？だから俺だけ取り残されてんの今。嘘。いやでもそれ 見たとてですよ。はい。でなんとなくあこんな感じかななんて。稽古場切ってみたら、はい、全然違うねと思って。違ったんですか？はい、やべって思って僕も昨日一日一日が本当に大切な、なんていうの、稽古場っていうか、本当にちょっと出遅れてやべえっていう、もう本当に焦りましたね。どうしようかと。いやちょっと ここまでかと思うぐらい。もう昨日は初めて榊原さんの信長を見させていただいて、はい、目ん玉飛び出ました。隣でね、え？すげえ、すげえです。いや、本当にこれ、本当に今までいろんな方と共演しましたけど、出演させていただきましたけど、ズバ抜けてやれかっけ。マジすげえ。で、その声を聞きながら、でしょ、でしょって俺もずっと言ってた。すげえしか出ねえの。どうなってんだろう、頭の中でパワーとエネルギー。いや、そうなんですよ。だから言葉あんな喋ってなんかゆっくり聞こえ、なんか重みあるし、はい、何なんだろうなこれと思って。すごい経験になりますよね、今回の作品は。すごいですね、これ参加させてもらって。これなんか本当なんか一回り大きくなれたらいいなという、はい、ハートもね、はい、技術もね、はいはい、ぜひ桜市民音楽ホールでお待ちしております。10月16日と17日2公演ですね。はい、もったいないですよね。どうですよ、2公演限定ですから。あ、岐阜出身2人。あ、岐阜生まれです。嘘。はい、俺養老です。僕は本籍和の内町なんです。マジですか？え、いつまで岐阜にいたんですか？いや、もう育ちは東京なんですけど、生まれたのが大垣なんですよ。あ、隣ですね。あら、マジですか？僕知ってます。ああそうですか、はい、あ初めて知った。すごい親近感湧く。そしてね、近いところですから、部署的にも ね、はい、そうですね、チームワークで、はい、越前大見ですから、はいはい、劇場でお待ちしております。声飛んでたらすいません。